さあ、ね、無事に魔法使いを突破してですね、フレッシュマンは残り、最強剣士決定戦一人になりました。戦士だよ。いや、最強戦士決定戦はですね、まあ、ビクトリーを実況する人たちっていうのは、まあ大体まず最強戦士決定戦に行くのが8割。はい。とも言われています。で、難易度は僕は言いました。一番低い部類だと思ってます。ただしですよ。それは適切な戦法をした時の話であって、必ずしも難易度が低いことではないっていう。一番難しいのと、一番簡単なので、どっちが先やるって言ったら、私はね、一番簡単なの最後に残すタイプですね。はい。まあ僕は単純に魔物使いが好きだったからなんだよな。で、魔物使いを普通に好きだったから最初にやったんだけどね。まあ、皆さんと思想が違ったってことで。いやー、どうなんだろう。ね、鬼コンボを固定だからどうなるんだろうね。正直でも戦士決定戦ってね、とあるところ以外はそんな苦戦しないイメージがあるんだよね。さあ、お待たせ。ね。普通の実況者のシャープ3ぐらいでこの辺り行きますね。はい。最強の選手を決める時が来た。そして出てくるのがこの髪ツンツンワックスで立ててるようなやつです。これ、あ、髪重いだろ、お前。髪切るちょっと、ハサミチョキチョキする？さあ、1回戦です。まあね、そんな苦戦しないんじゃないかな。戦士は一番までに比べて1、2戦目はよほどのことがない限り大丈夫と思うんですよ。まあ、この辺りは職業衛生も発動してませんしね。戦士の装備にはちょっとだけ考えましたが、これで行かせていただきます。いや、十分強いんだよな。戦士の装備ってもっと強いのはたくさんあるんですよ。まあでも、これぐらいがちょうどいいんじゃないですか。というわけで、お供は大きいずとコンゲット。これしかありません。理由ですか？悪でも逆立ちしてもね、戦士と足を組めません。まあ、僧侶に続いて、戦士も唯一っていう感じですけど、大きいずとコンゲットと相性があります。職業相性が発生するっていうのは本当にでかいですよ。HP2400 だからね。さっきの魔法使いの試合なんてさ、2000ぐらいだったよね。2000ぐらいだったのがですよ。まあ、ね、職業相性発生して HP300 上がってね。まあ、全体的な力も向上してるっていうのはね、すごいいいことです。さあ、ためるから入ってけ。まず。ためるから入って雷鳴剣振るだけで勝てるでしょ。さすがに。王者の剣っていうのが結構いい装備なんですよね。貴重な雷属性の技が使えるっていうだけで、まあ、雷鳴剣強いんで。はい。で、雷鳴剣を装備した理由は、ちょっとだけね、この選手大会にはね、実況者の鬼門と言われる場所がありまして、大きい地を受けたんだけど。実況者の鬼門を回避するために、雷鳴剣つけてます。で、まあ、せっかくなんで勇者の盾とね、光の鎧をね、つけた形になるんですけど、これ意味ないんですよ、別に。戦士で三神器つけても何の意味もないですよ。ただかっこいいだけです。ただかっこいいだけです。はい。なんでかっていうと、まあ、それ一戦になるのはね、勇者だけだから！わー強い！なんでクックルンに当たってねえんだ？いや、今飛びちゃ、クックルンに当たったんか当たってないかわかんねえ、これ。一番当ててほしいところに当たってなかった気がする、今。はい、クラブインパクト、クックルンに、オッケー！クックルン回数8パー程度！いける！よし！このターンにちょっと詰めて、ちょっとやって、崩し、あ、待って、聖堂盾持ってんな、あいつ。聖堂盾持ってるし、鋼の鎧か。で、岩飛びちゃんがいんのか。ちょっと、リーサルが厳しいね。いつものね、オニコンリーサルをね、狙っていきます。いつも通りね、オニコンリーサルでいこうと思うんで、よろしくお願いします。あ、ナイス！いいよ。まあ、気をつけていけば、怖い手だね。さあ、王者の剣技でいこう。誰でいく？ナイス！はい、ナイス！強いなぁ、351いくのが。まさか決めてしまうのか。パワースタンプ！あれー、ポコンかわいい。つばぜり合いをします。勝とうが負けようが別に構いません。どっちでもいいんです、これは。なんでつばぜり合いをしたのかを説明しますとですね、CPU、大会モードの CPU っていうのは、3ターン目に勇気が溜まるんですよ。攻撃を命中させてると。こっちは溜まりません。はい。光の玉なしで向こうは溜まるんですよ。これはどういうことかって言いますと、3ターン目までつばぜり合いを仕掛けることがね、推奨されてるわけで。その関係上ですね、つばぜり合いをしてしまえば、主人公の分は勇気溜まらないですよ。だから仮にここで負けたとしても溜まらないんですよ、基本的には。はーい、君たち何もかもやってないで意味がね。
君たち何をしてるの。で、つばぜり合いで主人公を止めておけば、たとえ負けたとしてもね、あの勇気たまったねが次で崩し入れて鬼コンボで終わりと思ったらさ、君たち当ててねえじゃねえかよ、技技当ててねえじゃねえか。何してんだよ。おら鬼コンボのリザルは鬼コンボはさあ2回戦です。まあ、2回戦はそんなに苦戦する人はいないですね、実況者でも。まあ、実況者ではね、大体みんな戦士から始まるんでね、まあ、その流れを僕はよく見てるつもりです。まあ、ホイミスライムがね、打撃通りやすいんで、そこが狙い目ですかね。さあ、戦士の2回戦です。ちなみにこのね、相手のチーム、やっぱり職業職発動しません。と言いますか、戦士大会はですね、1から3まで全員職業職発動してません。難易度がね、多分、やっぱ戦士ってみんなやっぱやるんだろうなっていうイメージから難易度が低くされてんだろうな、全体的に。と思うじゃないですか。職業者発動してないなら楽勝ではって思うじゃないですか。戦士の準決勝がね、結構な初見殺ししてるんですよね。雷鳴剣で。あー、そうなっちゃう？なんで？命中してないんだな、多分それだと。戦士が避けるわけないしな。オッケー、ホイミスライムにしっかり振っていく。いいよ、打撃が通るホイミスライムでやってけ。まあ、怖いとしたらカブト構造がね、なかなか強いモンスターなんで、勝ち上げ痛恨ね、物理的行動不能。おうおうおう。まあ、そのあたりはあるだろうね。言ったあたりから君は活躍をし始めるんだよな。あのさ、君たちなんすぐ活躍すんの早くない。俺はテンション上がったのに今回とあの状態やに、ね、み。もうまああとはホイミーで確定数ずれるんで、やっぱさっき言った通り、まあ、3ターン目までにつばぜり合いをするのが結構強いられてるんで、ホイミーだったらそんなたまんないはずだけどね。こういう意味だとそんなたまんないはずなんですけど、敵の有機補正が結構でかいせいで、まあ、結構ね、あれそんなタイミングで来るみたいなのありますよ。え、なんでそんなタイミングで溜まってんのみたいなのは、まあ、割かしあるんでね、慎重に詰めていきましょう。勝てる相手です。職業者も発生してるんで、こっちはね耐久にも余裕があるんでね、悠長に構えていきたい。やるじゃん、よく溜めるからって言ったのお前。ここを当てればね、多分オリコンでリーサルできる。ライブ行け、ナイス。オリゴンリーサルかいです。もうリーサルいけます。君は何をしてるんだい。もうリーサルできるでしょ。ホイミ使われたとしてもさすがにねいけると思う。待って、ただ貯めるなとホイミでずれるな、確定数。とにかく鬼コンボのね扱いにはね気をつけていかないと自分の首を絞めるんで。あの仕様をねどこまで使うか。あー結構くらな。んでまあ、ホイミなんだ。ホイミしちゃうんだ、君。あ、ダメだね。あ、ダメだ。うん、ダメ。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。カブトゴゾウと戦士いたらダメ。ここは、つばぜり合いしときましょう。念のためね。さあ、このターンにね、ちょっとね、崩し技入れます。おっと、そいつは会心の一撃ですか？あれ？どこ狙ってんだ、おめえは。あー、貯める561かー。なるほど、561か。多分、カブト小僧がね、200、200。うん、いける。ホイミスライムが300と、確定数をひたすらずらしてくるけど、まあ、いいんじゃないですか？やらしておきましょうよ。あ、やらしておけばいいんじゃないですか？うん、察しました。あ、これやらしておけばいいんだなーって。敵が攻撃できてないんで。敵は攻撃、敵逃げてるだけなんで。敵逃げてるだけ、逃げてるだけ。はい。逃げてるだけなんで。こっちはね、1600あるんで、悠長に構えればいいだけなんじゃないですか。うん、いい、いい、逃げてるだけ。相手逃げてるだけ、逃げてるだけ。大丈夫、大丈夫。焦らないでいいんですよ。焦ってね、鬼コンボ勝負に関してね、全員から総攻撃受けるよりはね、こっちの方がいいっすよ。ゆっくり詰めていくだけです。なんだったらこのターンで勇気溜まって勝ちですね。なんで一戦目二戦目にこんなに力使ってるんでしょうね。多分ま、一、二戦目で負けて最初に戻されるのが一番嫌だからね。慎重に行かないとね、やっぱり。しっかり行っていかないとね。油断してはもう本当に油断したら負けるゲームなんで。なんだったらま、ここで仕留めることもできますが、お前はどこに振ってるんだ、この野郎。意外とお前適当だったのね。よし、まあ勇気溜まったんでね、慎重に勝っております。
え、ちなみに選手大会今まで鬼コンボが出ておりません。これは一体どういうことなんですかね。2戦目で使うなこんなもん。あのさ、お相手びっくりだよね。これお相手はね、マジでびっくりしたの。なんだなんだって。いきなりなんだこの画面ってなり。序盤の戦士決定戦2回戦で使う SP じゃないだろう。行くぜ、バックダウンサルビー、皆さん大集合、イエーイ。わー、ちょっと待って待って待って、壮絶なオーバーキル、壮絶なオーバーキルしてる。というわけで無事にですね、2回戦まで突破したんですけど、まあ本来ならパッといって3回戦やってたんですけど、なんでここでね、解説入れてるかって言いますとですね、まあ全国のモンバトン動画を見てる方はね、ご存知かどうか定かじゃないんですけど、次準決勝じゃないですか。準決勝勝つとね、決勝までね行って何度でもやり直せるシステムがあるんですけど、この選手大会の準決勝、数々のモンバト実況者を地獄の底に叩き落とす強烈な初見殺しがございます。そう、このパッチョです。このパッチョですよ、こいつですよ、こいつ、皆さんこいつです。こいつがね、数々のオモバト実況者、この準決勝でこのね、パッチョのキラーマシーンの鎧してるじゃん。それにさ、なんかなんだよお前って笑わせて、でこいつに負ける人が多発しております。その被害者の一人に僕はならないといいんですけど、パッチョのいやらしい点っていうのは、これが準決勝であることです。まず2回勝ってから3件目、さらにまだあるのって感じで来てしまうこと。はい。そして、こいつの特徴として、まどろみの剣というとんでもないものを持ってること。まどろみの剣は敵を眠りにしやすいってやつで、3ターン目に勇気が溜まるこの CPU の使用上相性がいいです。CPU の使用とすごい相性がいいのがまどろみの剣。そしてね、何よりね、ボル&ブルとかいうやつもいて、挙句の果てには賢者の人を使うこと。そうです。こいつ、このパッチョ、3ターン目に必ず賢者の石を使います。つまり、3ターン目に相手が勇気が溜まる仕様を、めちゃくちゃ有利に使っています。まあ、雷鳴剣を持った理由は、キラーマシンがいるからって。やった、めっちゃ出る。そう、キラーマシンがいるんで、狙い目です。本来、まあもちろんですよ。王者の剣なんてこの時点で持ってませんよ。ちなみに皆さん。普通持ってないからね、この時点で王者の剣なんぞ。もうここはね、ちょっとね、本気で行かせてもらいます。まあでもこいつずるいよな。剣士の石使ってまどろみの剣使ってさ、確実にその CPU の使用の3ターンで勇気が溜まる使用を有効活用してくるんだもんだ。フルにそんなあっていいわけないじゃんって話ですよ。まあね、多くの実況者がここで負けてね、しかもその後動画を投稿しないとか生放送しないって人をね、多発させたからね。あらまあ、まあいいでしょう。大きな血ならいいかな。溜めるした後さ、雷鳴剣残ってるでしょ。じゃあ大丈夫だ。キラマシン、雷鳴剣でいきます。キラマシンに雷鳴剣、よし、いいよ。そう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 、雷鳴剣が選んだのはこれだけっすね、理由は。単純にステータスも強いし、全体的に見ると強いんですよ。はい。まあ、かゆいところに手が届かない武器ですね。黒すぎ、いやー、まあ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 。まあ、まだ理不尽な通行も来てないから。オッケーオッケー。さあ、クラブインパクト。よいしょ、あ、よく当てたね。よく当てたな、お前、ほんとに。すばせり合い。このターン、急いで攻撃系使うと、まんまとパッチの策略に乗っちゃうんでね。賢者の石使うのは、知ってんだぜ、俺。さあ、もうパッチョの勝ち筋はなくなったんじゃないかい。3ターンで勇気たまる仕様もないし、パッチョがここから逆転すんのはね、まあ痛恨ボコスかやられることぐらいかな。だいぶ有利になったね。そう、ここで3ターン目で次で仕留められるじゃん、つばぜり合いをしない結果ね、とどめ一撃を打たれる実況者をね、何人見てきたかな。かなりの人数見てきてるぞこれ。無念晴らすぞ。ただ無念晴らすのが早いけどさ、お前王者の剣は使えないでしょ。おい、やっぱりやりやがった。こいつすぐ早いんだよな、お前逆転補正使うのが。ワンチャン死ぬな。やべえな、俺をパッチョに負けんのが。多分ね、ダメだね、オリコンリーサルは無理だわ。ほら性能盾も持ってるしね。いやー怖いな。
ちょ、待って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 、ワンチャンこれパッチョのように俺も負けるんかい？ありえるな、そのパターン。やばい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 。危ない、ちょっと待って、やばいぞこれ。うわぁ、危ない、これバトルの剣でワンチャン死ぬな。ちょ、待って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 、頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ。よーし、この試合熱いね。お、この試合熱いね。終わるか？でも、いや、雷鳴剣でどんぐらいだっけ？よいしょ、よし、よし、熱い試合だったね。あれ、鬼コンボは？いやー、熱いね。決勝戦でしたね。もう、あれ、決勝戦のノリでしょ。めっちゃいい試合だったじゃん。CPU の有機補正さえなかったら、普通にいい試合してたんだよな。森さん、いかがでしたか？うむ、流れを使うと一気に決着。選手らしい豪快なバトルだと、それは間違いない。今回はそうだね。魔法使い大会はなんかよくわかんない鬼コンボドカンとか言ってたら、なんか魔法派手とか言われたんやけどな。いやー、よかったよかった。さあ、決勝戦ですよ、いよいよね。まあ、これはね、通常攻略では苦戦しません。ただ、これのパターン、魔法使いで知ってんだよな。さあ、ね、決勝戦まで来ました。通常攻略で苦戦しない理由としましては、こいつの出てくるモンスターがですね、まあ、物理主体であることです。あと、1ターン目のスペシャルカードが固定であることですね。まあ、まあでも、初級ワンシャン発生してて、HP がね、なんかバカみたいに高いんで、まあ、筋からで押される感が否めません。攻略方法としましては、大器が 1ターン目に、まあ、スーパーハイテンションっていうやつを使ってくるんですよね。よくわかんないですけど、僕には。スーパーハイテンションを使ってくるんですよ。ということで、そこにね、誘惑の鳥を1ターン目から当てるが、基本的な攻略方法です。ただし、もちろんそんなものは使えませんので、鬼コンボなんで使うのは。まあ、スーパーハイテンションで、ね、普通にね、受けることになります。いや、いいや、この1ターンでボコボコにされるまであるな。さすがに鬼コンボの混乱は期待できないよな。死神の盾があんね、持ってんの。さあ、こっちは状態異常も使えないんでね。よくお前そんなこと言ったな。なんでだよ。戦士でよく出たな。スーパーハイテンション通行の自撃。当たっても通常当たり？こけるー。いいですね。これいいよ。初見の時に一応僕、戦士大会負けてるイメージあんな。ああ、まあ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 。いいんじゃないですか。まあ、ラリアットは仕方ない仕方ない。心ダメージは仕方ない。さあ、パワースタンプいけるか？セロン、あーれー、コングヘッドね、ボストロール狙える？お、いいね。同じコンボ同士、仲良くしようや。いいね。で、まあ、スーパーハイテンションここ食らう。あ、まあ、ここのダメージも仕方ない。確かね、2にやろっか。鬼子を使います。よし、当てる。大器が向こうから2ターン目にね、つばぜり合い仕掛けてくるんで、もう、竜太と同じです。ここに鬼コン使います。よし、とりあえずね、まあ、勝っていって、ね、お待たせいたしました。皆さん、お待たせしました。選手大会初の鬼コンボ召喚です。なんだかんだでよく考えたら、1から3まで全部使わなかったんだ。これが俺の隠し玉、特等級、ウルトラスタンプ。よいしょー、いいね、340出てんのか、ボスローに。まあ、ここで主人公どうせ、お、いいね。あ、いいね。めっちゃいいね。このターン1体しか動いてないじゃん。だいぶ有利になってる。オッケー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 、いいよ。オッケーオッケー、いいよいいよ。あー、まあでも、来ちゃうか。まあまあまあ、結構からな。コンゲットだしな。いやー、どうなんだろう。まだ痛恨の刺激があるもんな、向こうにも。いい勝負、いい勝負。普通にいい勝負してるよ。ボスロにいた！ナイス！さあ、お互い SP も使った後は削り合いよう。大ゲチ！よいしょ！あれー！ポコン！かわいい。今日かわいいこと多いな。普通にこっからね、バカスカやられてさようならは普通にありえるからな、ボストロールいる以上。大ゲチが受けてくれるのは大丈夫だ。で、ゴーレムもコークスクリューブローになってないのはね、ありがたいね。あっちの方が強いからね。さあ、それ当てれる？よし、オッケーよー。次のターンに行けるか。出たよー、これ強いんだよな、コークスクリューブロー。うーちゃー、なー、やっぱり。一番ダメなとこ行った。まあまあ、麻痺してないなら大丈夫だ。
なぎ払うはまあまあまあって感じですかね。痛恨で。痛恨の方が怖い。さあ、ラストターン。ほぼほぼラストターンでしょう。選手対抗熱いね。ちょっと今までの大会と違って熱い戦い多いね。ちょっと待って待って待って。熱いけど負けたら違うって。やーばい。さあ、大喜利できるか。決めればもうお前が、お前が、やるよ。お前英雄だね。いやー、いけたいけた。かっこいいわ、大喜利最後。大喜利最後かっこよすぎだわ。いいなー、やっぱ。あれが本当のパワースタンプだよ。どっかのなんか雑魚ウルトラスタンプとちげえわ。どっかのさ、なんだったら140しか出せないウルトラスタンプとはもう訳が違うんですよ。頼むからオリコンポもそうしてくんないかなって思っちゃう。お、泣いてんな。お、泣いてるぜ。泣いてるぜ。やった。ね、久しぶりの一発突破じゃない？なんか、武闘家魔法使いが、ぐだって、僧侶も一発突破してるね、確か。つまりだよ。俺は分かったことがあるんだけど、職業相性があるもんだけ、一発突破してる。つまり、職業相性が通してないってこんな厳しいんだ。力と力のぶつかり合い。引かず、逃げず、退かず。感動したぞ。やったな。これでフレッシュマン全部終わりですね。だから、これからやることとしましてはですね、上位職に転職。皆さんにちょっとね、僕思うことがあるんですよ。俺、モンマスなれるこれ。上級職にまずなることからなんですけど、なれるかそもそも不安っす。